ははい皆さんこんこにちは、えー、歴戦にしの森山です、えー、令和2年7月1日、えー、本日の午後5時ですね、えー、今年の司法書士の試験日程が発表されましたあ、令和2年9月27日、9月27日日曜日になります。 で受験の申請が七月八日から始まって八月四日まで、えー、以前のですね申請書がそのまま扱える形になっております。で今後法務省あるいはあ法務局のホームページで詳しいことお、会場とかが発表されますが、アレックでもその都度ですね新しい情報は提供していきたいというふうに思っております。えー、こんにちはレックスニッコの根本です。いよいよ日程が決まりました。普段の感覚で言うと四月の上旬の状況です。あと約三ヶ月です。 まだまだ伸ばせます頑張りましょうそしてレックでは7月の5日本来の本試験日に自宅でテストという形で今の実力が測れる無料テストを行いますぜひ参加をしてくださいでは頑張っていきましょうはい、えー、皆さんこんにちは、えー、レック専任講師の、えー、雲野です いよいよ発表されましたね、7月1日、ようやく今年の本試験の日程が発表されました。<laughs> あと約3ヶ月 レックとしましては皆さん方を、えー、とにかく本試験まで、えー、最大限サポートしていきますとにかく我々に勉強計画のことですとか直前期のそして山手のことなどですね、えー、今まで通りお任せくださいとにかく大船に乗ったつもりで我々が情報収集とこれからも精一杯皆さんに情報提供をしていきます 差し当たりましては、えー、この試験日程発表を受けましてこれから、えー、約3か月どのように勉強していけばいいのかということを仕切り直しのスケジュールについて、えー、公開をしていこうと思います。 7月6日の月曜日18時ごろを予定して、ユーチューブ上にですねこれから約3か月、本試験までの勉強方法の具体的スケジュールについて、動画を公開していきたいと思います。ぜひ皆さん、それをご覧になって、もちろんその前の7月5日の、ぜ、え、ひ、ー、ですねレックのイベントも受けていただいた上えで、7月6日のスケジュール動画をですねご覧になっていただきたいと思います。我々レックはもう皆さん方を最最後後合格すするまで最後ままでででサポートしますのぜひ 我々と一緒にですね今年の本試験合格を勝ち取りましょう取り急ぎ今日発表を受けまして皆さん方へメッセージをしていきたいしていった次第ですぜひ皆さんねこれからも頑張っていきましょう